幸せ、キンキン幸せ。3、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。ユイです。トトです。本日はですね、私とアサミメイがこのウランさんに手料理を振る舞いたいと思います。なぜかわからないけど振る舞ってくれるらしいです。ちゃんとあの手作りね、コンビニの惣菜とかじゃなくて、手作りをウランさんに振る舞います。何かと、でも全部うちがやっちゃうからね。そうそうそう、やっぱクレマグのママ的存在なので、今日はそんなママに、私たちからご飯をご馳走します。ありがとうございます。メニューとかは、まあ、聞かないわけです。決まってはいる。決まってはいる。ちゃんとフライパンとか使う感じ。使う。コロナの上なんかいろいろ乗ってるけど。あ、使う。あ、大丈夫。この辺は。うちはもう何もせず待ってればいいってことですね。はい、待っててください。じっとしててください。楽しみにしていたいと思います。はい。それでは早速作っていきたいと思います。せーの、マグネット。あ、そうだ。私のこちら。紹介していいですか。はい、どうぞ。納豆、豆、豆。そうね。これは個人的に食べたくてウーバーした。でもさすがになんか納豆だけウーバーするの申し訳ないなと思ってカフェラテもウーバーした。納豆好きだね。大好き。はい、というわけで今日はお二人がご飯を作ってくれるみたいなの。嘘だよ。え？実は作んない。ね、水。はい。今日はスピン。こいつもスピン。寝坊したんだよね、今日実は。いや、寝坊したっていいよ。なんかさ、うちがすっぴんで行くなら、なんかエアもすっぴんで行きたいんだけどみたいに言うから、じゃあエアがすっぴんで行くならうちすっぴんで行くよってさ、めっちゃ委ねてくるから。だからエア、うちは時間があるから、エアが時間ないだけじゃん。12時からで焦ってて。なんでか行けよ。どっちがメインで今日は手動で行くんでしょうかね。でも最近、昨日一昨日の話だと、あさみちゃん料理はしてないんですけど、料理モチベだけはあるみたいなので。そうそう、気合は入ってるはず。モチベだけある。いや、こっちにしよう。オッケーオッケー。ただってやるときます。トトカモン、トトカモン。やば、なんか可愛いって言うと嫉妬していく。なんだろう。でも好きなものは考慮してくれるはずか、作りやすいものかどっちかだと思うんだよね。あ、卵も割れねえのか。殻は入んないように最小限気をつけていきます。最小限ってなんだよ。最大限。全然違うね。いや、最近料理してる。一時期してないのか。してた、してた、めっちゃしてた。最近してないな、多分。ウーバーとか外食、うん、なんか焼肉モチベが高くて。ああ、いい。あ、違う、寿司。あ、わかる。でもわかる。でもそれはハマってる。昨日実はスシローに行きました。うわ、スシローは地元の時めっちゃ行ってたんだけど、その時ぶりでめっちゃ美味しかったし、サイドメニュー美味しいじゃん。わかる。ねえ、回転寿司行こうよ。ね、行きたい。メインはこの前くら寿司行ってる。え、いいね。初めてくら寿司行った。くら寿司うまくない？あのね、原宿にあるくら寿司行ったんですよ、前ね。できてすぐぐらいの時かな、友達の親子とうちとママで、そしたらその時なんとヒルナンデスの取材が入ってたんですね。で、その取材班の方がヒヨン、取材班の方、ディレクターさんかなが声かけてくださって、ちょっとインタビューよろしいですかみたいな。でもちょっと私的にもう出たい欲はあったんですけど、やっぱ許可とかが必要になっちゃうので、一応事務所に入ってるのでね。だから私以外だったらいいですよって言って、うちの友達とママが許可、あのサイン書いて出たんですよ。ママとか福島から来てるから、もう大なまりよ。大なまりだし、もうなんか観光客感半端ない。あ、そこで今日は
あのトラック見に来てっつって、トラックの写真を全国で流してくれて、うちらのトラックをね。めっちゃ生ってるやん。そしたらその次の週のやつで流れたんですね、ちゃんと使っていただいて。そしたらもういろんなファンの方が、そのクレマグのファンの方が出てましたよって、そのトラックを見に原宿に来てみたいな DM をたくさんいただいたわけですよ。あのお母さんです。私の母がその時来てまして。でもあそこのくら寿司こ半個室なの。え、すごい。どこ？え、あの原宿の大きいとこ。てかさ、最近の回転寿司ってさ、うん、その回転してる？え、してない。してない。びっくりしたもん。くら寿司はしてる、まだ。でも、はま寿司はしてない。え、スシローもしなかった。あの、新幹線でしょ、ピューンって届くやつ。だからもうほぼそれじゃない。うん、だから出来たてってことだもんね、届いてんの。でも可愛かった。寿司ちゃんと出勤してた。出勤？うん、どういうこと？え、あの、例のね。どういうこと？え、だからさ、回ってないじゃん、前みたいに。呼ばれたら出勤みたいな感じだ。あ、なるほど。今その話をしてたんだけど、これってさ、この部分ここに入れるの？書いてない。書いてない。でも適量だからここ。え、違う、フライパンだろ絶対。え、卵焼くんでしょ。うん、フライパンじゃないかな。まあでも別にいいよ。やめろ、真剣に作れ。フライパンってこれしかねえのか、この家は。あるよ。え、じゃあ牛丼はどこ派？いい、せーので、すき家。あー、すき家。みんなすき家。そうだよ。うん、じゃあ一致したということで、カルビ丼は吉野家が好き。カルビ丼？うん、あ、うまいよね。エアちゃん。え、じゃあこれ作っていいの？はい、オッケー。これさ、もう作っちゃっていい感じかな。いいよ。なんか分担してるっぽいですね。やっぱウランさんの健康とかも考えた。あ、分かったかも、それエアが作るの。やめて、分からない。一回言ってみていい？ダメ。いいよ。ダメ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 。よそ。ダメダメ。喋んな喋んな。なんでだよ、動画になんねえだ。なんかさ、この家さ、いつもさ、これ買っといてくださいって毎回同じの言ってるせいで。え、わかる。調味料めっちゃ増えてくよね。おろしニンニク3本ある。いいだね。サラダ油めっちゃあるよ、この家。2人はさて、何時間かかるんでしょうか。ウランちゃん、すぐできちゃう。塩コショウ少々。はい。ね、あのさ、料理する時のさ、少々って何なの？なんか少々だよね。違うのかな。一つまみはどうやんのや。一つまみ。一つまみ。少々。少々少々二回振るんだ。あっち。どうしたんだよお前。ここが定位置らしいことの。いつもこ来るとあさみさんのとこ乗るんだよね。お気に入りみたい。じゃあ尻尾どうしたい？切る？整えてもらおうか。ブーとお揃いでって言って。はい、まずこちら野菜炒め。違う、そんな簡単なもん作んねえよ。とんぺい焼き。あの顔。一回黙らせた方がいい。そうですよね、私も思います。うちってすごいかも、材料で分かっちゃう。なんか可愛らしいよね、二人がキッチンに立ってる姿。キッチンよね。やっぱさ、世の中のお母さんよ、あの可愛いからって何もさせないのは良くないかもしれません。可愛い子には旅をさせよ。わっから、いいわね。可愛いからって、あ、そういうことがあるの。で、朝だ今浜ちゃん。違う違う。ああ、そういうことわざがある。あ、びっくりした。あさみの名言で可愛いからってあーあーって言ってやってしまいがちですけれども、やっぱりいろいろやらせておくことによって可愛くて何でもできる子に育つと思います。なので今そういう風にうちは教育方針を決めてやってます。なので今そういう風にうちは教育方針をやってます。エアちゃん、何作ってるかわからないけど、
あのマヨダクで。オッケー。何作ってるかわかんないんですごい、ね、自分。皆さん、私たちのお家には A メイクの在庫がいっぱいあるので、私たちは使い終わったらここから使っていきたいと思います。私が最近よく、てかこれしか使ってない、このダークブラウンのものを使わせていただいております。すごく描きやすくて、おすすめですね。あの、グリッターの方はですね、私はオーロラを使っています。これこの目の下に描くと可愛い。あ、これ描けない。目の下やるのと、あとはポン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 ってまぶたの上置いて、こうちょっとね、キラッとさせるのに使ってます。こんな感じで店舗にも置いてあるみたいなので、ぜひ見に行ってあげてください。決してあのよくプリクラとかで見るんですけど、あの顔に落書きこう爪でねする人いるじゃないですか。そういうの一切やめてください。やってるのを見つけた場合、あの訴えますね。あさみさん、うん、殴り殺す。はい、わかりましたか。聞きましたか。今殴り殺されますからね。こんなすごい子いますから、鼻のここに。いました。早い。うちらって完璧な女。うちらもさ、ダメなとこってあんのかな。ないと思う。そうだよ、思い当たらない。ね、この人は待ち構えています。はい、料理を。それでは、はい、持っていきます。はい、見ないでおくね。うん、僕も目つぶって。それは絶対見ちゃいけない。それはおい、見すぎだよ、トト。無理難題すぎる。それでは、オープン。キーマカレー。正解。すごい。しかもなんかナス入ってる。そう。健康的やん。健康的。で、これがトンペ焼き。そうです。トンペ焼き。当たりです。あなた。うまそう。すごい。ね、カレー君をまず食べます。うん、うまい。おいしい。うわー、え、めっちゃまろやか。なんでチーズ入ってる。バター。バター、うまっ。うん、うまっ。食べて。これ、あれ、レンジでチンしただけ。簡単じゃん。そう、ね、おいしい。なんか味濃いかなって思ったけど、全然バターで。うん、うまっ。え、店出せるよ。え、うちらね、キーマカレーの水出すの。出してもいいね。ちょっと待って、うちらが考えたレシピにしない。うまっ。絶対どっかから盗んでくる。うまい。え、おいしい。おいしい。トト、しかもこれ、ナス嫌いな人でも食える。うん、ナス感ない。あの、っていうか、トロトロするナスが。うまっ。うまっ。天才。感動しちゃった。ん、え、マジ美味しい。家で作る、ね、バターいいね。感動した。バーモントカレーだっていうのは聞こえたの。なになに。うまっ。トト、ちょっとレシピ、うん、最近そういうのを、あの、見るのにハマってんの、うん、あ、作るんじゃなくて、あ、じゃあ電子キッチンとかそういう系の動画のレシピね。うちもいいんです。じゃあでも簡単にできたね。うまっ。これは採用。採用。うちの店に採用。あ、じゃあでは、もふもふ、マヨダク、マヨダク、トンペイ、ウランが一発で当てた料理、いただきます。うん、うまい。ほんと、ちょっと塩コショウかけすぎたかなと思ったけど、これぐらいがいいよ。うん、いいんじゃない。なんか、卵うまい。ほんと、めっちゃトロトロ。収容したの。してない。やばい、うちらがさ、うん、料理までできちゃったら、あと何できない。完璧すぎて、どうしようってなる。どうしよう、ね、あと何できる。てか、うぜ。できないもの探しの旅に行く。うちらが見つけないと困っちゃう。できないこと。いいよ、別に見つけない。うーん、なんか料理できないところだけが欠点だったじゃん、うんうんうん、そうそう。でもこれできちゃったからだけだったんだ。だけが、だけが。だって歌もさ、歌いたくなかったけどさ、歌ったら歌ったでさ、うまいじゃん。すげえこいつら。どうしよう。え、これって今日は私のために作ってくれた日の動画だよね。そうそう、そうだよ、うん、自分たちの良さを見つける動画じゃないよ。じゃあプラスここで発表した。え、うちのことを出汁に使ってる。2台2台。やっぱ息
娘たちの頑張りを見せてもらおうっていう。ソースもらってもいい？あ、いいよ。追加で。ちょっとなんか、足りなかったの。言うてそんな味濃くないよ。少々少々。納豆食べてもいいか。どうぞ。どうぞ。でも、トンペ焼きって簡単じゃない？簡単。だから、簡単なんだね。うん、卵を乗せる。トンペ焼きめっちゃ好き。うーん。お前なんか料理してる。インスタのスーパーストーリー、あれ、豚キムチ。じゃあ、うちさ、ごめん、いい女アピールになっちゃうかもしれないけど、いいお腹減ったと思って、うん、でも何も買い物とかしてこない、もう、うん、撮影終わって帰ってきて、お腹減ったなみたいな。でも、ウーバーとかの気分じゃなかった、うん、なんかちょっと自炊っていうか、あったかいご飯食いたいな、まずご飯食べる、うん、で、あ、何作ろうと思って見たら、キャベツ半玉と豚肉のは冷凍してあって、うん、で、キムチもあと半分ぐらいみたいな、うん、残りもんで作っちゃったの。あ、なるほどね。それはいい女すぎる。すごいね。で、卵もあと2個あるから、うん、1人分なしって思って1個で味噌汁1杯分作って、豆腐。すごい。困っちゃう。できすぎてる。やっぱ冷蔵庫の余りもんで作る女って。いや、それこそがね。うん、でも、裏。やっぱできすぎも良くない。なんかできすぎ。うん、あ、そっか。次くんになっちゃって。次くん。うちもちょっとできないこと探した方がいい。やばいやばい。3人でそれ探してたみ洗脳サラダだようち。うん。うん。やっぱ納豆ってうまいよね。うまくね、納豆って。今日一？うちらの超えたの。超えちゃってる。あはみちゃん、これは自分のレパートリー入れた方がいい。ね。うん。幸せ。あ、幸せ。え？え？え？え、無意識幸せチンチン。無意識ってやばいね。お店幸せチンチンしちゃう。違う。え、それはあれ漢字のチン。そっちのチン。で、どうする？漢字のあのチンを2個並べるか、2個で佐々木のあれ、いや、2個2個、うん、あれ、そうしよう。幸せチンチン、うん、ありそうだけど中華料理っぽい、うん、女の子でさ、うん、うん、ふんってやつやるよ。あ、いるいる。うんふーん。いた。あと、首座ってない。言うのはいいんだけど、うんふーん。ね、首座ってないが、理解できないんだけど。首が、今、こういうこと。うんふーん。いる？いる。ちなみに、納豆とコーヒーって合うんですか？合います。納豆とコーヒー、これ合うんですよ。なんでばっちゃうから。レアってマジでさ、飲み物の組み合わせ悪くない？そうかも。お寿司の時もアイスコーヒー飲んでて。ね。ちょっと多いかも。2枚だしね。あ、2人前だ。あ、そうだね。てかさ、これのさ、いいなって思ったのが、1人前でできるところ。うん。なんかさ、カレーそうなんすかね。そう、こうしなくていいじゃん。それいいなって思った。食べる量チンすればいいんだもんね。そう。ちなみに、はい、今日食べてきました、ご飯。明日、うん、おにぎり2個、おにぎり2個、味噌おにぎりを2個、うん、と、出てくる前に、うん、美味しそうな匂いして、うん、で、ママがお昼食べてなかったんですよ、うん、で、ママのお昼用意してて、うん、それがカレーのどん兵衛、食べようとして、で、一口ちょうだいって言って、うん、4分の3食べてきました。ママ、麺3本ぐらい作る。なんか一番腹減ってんの今ママの。エアンチって炊飯器ある？あるある。あるんだ。うん、あれわかんない。あの炊飯器にこだわる人っているじゃん。あ、なんか炊き上がりとかふっくらみたいになるやつ。あれわかんないんだよね。一緒じゃんって思っちゃう。そうそうそう、思っちゃう。あとね、あれもわかんない、水の美味しさ。これわかる。味の違うとか、うん、ちょっと硬いとかなんとなくわかるけど、美味しい、なんかどれ飲んでも別に一緒な気がする。違う、うん、何をで美味しさを感じてんの？甘みとかそういうのがないじゃん。そうそうそう、飲みやすさとか、クリスタルガイザー結構飲みやすい。クリス、クリス、クリス松村。松村誰？クリス松村。松村ガイザー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 。最近ナス食べたくて。うん、結構食ってる。ナスモチベ、ナスモチベ高い。ナスはナス科ナス属の植物。ビタミン系ですね。あとカリシウム、カルシウム。カルシウム？最近うちカルシウム取りたいなと思って。分かんないけど、でも何入ってるか分かんないよね。牛乳のイメージだから。あと鉄分も入ってて。
あ、そうだ、鉄分とかね。みんな鉄分は、女子はね、もう必要だから。うん、そう。ムズムズ足症候群なのよ、うん、最近、うん。で、それって鉄分不足から来るらしい。もう起きちゃうの、ムズムズで。え、なんか何そのさ、中身がムズムズとか、血管がなんか。なんかね、ふくらはぎあたりがすっごいムズムズ。触らないと気すまない。問題しないと。なんか、痺れてるじゃないけど、そんな感じなの。うん、大変よ。だから、昨日の夜、5時ぐらいに起きて、寝ぼけながら、あれ買ってた。鉄分のサプリ。私は、やっぱ寝てる間もこうやってんの、足。ずっとこう自分の足こうやってて、それで気づいて起きるときもこうやってんの足こうずっとムズムズはしてないけどゴソゴソ症候群。そんなメイがムズムズ症候群、裏もゴソゴソ症候群、もちもち症候群。確かにもち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 。でもやっぱ人が作った料理ってうまいよね。わかる。お腹いっぱい。私もごめんね。結構量あるね。ママが食う。というわけで今日はなぜかわからないけど、はい、2人が作ってくれたんですけれど、はい、美味しかったです。よかった。またやりたいですね。定期的にやってよ。わかった。ね、てかさあ、ね、そうだよね。え、一緒でいいよ。せーの、ウランの自炊生活。あ、撮ってない。やってない。待って、帰ってきますね。そうだそうだ、普通に食いてるよ、こっちは。ね、そうでした。危ない危ない。じゃあ次は私が3日間。楽しみ。違う違う。やめろ。1ヶ月って言ったよ。じゃあ食費払えよ。食いたいだけ。あ、個人的にあれ食べたいわ。塩辛揚げ。ああ、いいね。旧クレマが入って食べたから、そういう噂だ。最初もめっちゃ漬け込みながらやったもん。どうしたの？前の夜、2パックぐらい切って、で朝揚げて。朝から唐揚げってやばくない？しかもね、どんぶりにして。その前にうちらいないで、部屋に引きこもってる。やばいよね。朝、2人より早く起きて、おはようって言って、唐揚げ揚げて。で、一緒に食べたかったのに、出した瞬間食べちゃった。一人で飲んで。リクエストももらいつつ作ろうかな。あ、いいね。3日間で、やりたいと思います。まあ、いつかわかんないけど、近々できたらなと思います、うん。はい、今日は美味しいご飯ありがとう。とんでもないです。とても心が温まりました。よかった。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんな見てくれてありがとう。ウランの自炊生活お楽しみに。